皆様こんにちは。ベガトラベラーチャンネルにようこそ。今回は飛行機に乗って沖縄へ旅をいたします。その名も Go to 沖縄というシリーズタイトルです。 Act 2。 第2回目は那覇空港から国道58号線ルート58、これを通って瀬底島の瀬底ビーチまで行き、瀬底ビーチでのんびり過ごします。 Hello all over the world. Thank you for watching and welcome to the Vega Traveler channel. This time I take a newly launched airplane Peach at Nagoya and go to Okinawa. The title of this series is Let's Go to Okinawa Act 2. I'm going to present you the drive from Naha Airport to Sesoko Island, Sesoko Beach via Route 58. And also present you the Sesoko Beach, which is one of the most beautiful beach in Okinawa. Let's enjoy the video. Thank you.はい、前回はですね、LCC のピーチに乗って、名古屋のセントレアから、沖縄の那覇空港まで、来ました。今回はその続きをお届けいたします。今回のスタートは那覇空港からです。はい、那覇空港に到着しました。日差しが眩しいですね。さすが南国といった雰囲気です。那覇空港に到着しますと、まあ、私のような長袖長ズボンを着た人もたくさんいるんですが、中にはですね、半袖半ズボンで、飛行機から降りられたお客様もたくさんいらっしゃいました。で、今回はですね、まあ、タイトルにも、出しましたように、まず那覇空港からレンタカーショップまで行きます。で、レンタカーショップで車を借りて、その後、沖縄で、まあ、一番メインとなる幹線道路の国道58号、ルート58、これを通ってですね、瀬底島まで行きたいと思います。はい、那覇空港の到着ロビーを出まして、空港ビルの外に出ますと、こういった感じでバスがたくさん止まっています。これは、見ていただければ分かるように、日本レンタカーですとかレンタカー屋さんのですね、名前が入ったバスがほとんどです。ここに止まっているバスっていうのは、この那覇空港から、街中にあるレンタカーのレンタカーショップまで、これをですね、結ぶシャトルバスになっています。今回は私もレンタカーを借りましたので、このレンタカー屋さんのシャトルバスを使って、まず最初はレンタカー屋さんに向かいます。いや、それにしても空港のビルの外に出た途端、日差しがすごいですよね。もう空が真っ青みたいな形で、もう日差しが全然違います。もう夏のような日差しです。本当南国ですね。さあ、那覇空港からはこのようにバスが走っています。これは路線バスです。ただびっくりするのは、これ東京バスという名前で路線バスが走ってるんですね。別にここは東京ではありません。でも東京バスと。これなんでかなということで、ウェブでちょっと調べてみたんですが、どうやら東京のバス会社が沖縄に進出をして路線バスを運行しているということのようです。さあ、バスは左手に大きな敷地を見ながら進みます。自衛隊の駐屯地です。はい、それでは今回は、沖縄を北から南まで縦貫している国道58号を中心に観光をいたします。
そこでウェブを使って国道58号について調べてみました。国道58号は鹿児島県鹿児島市から種子島、奄美大島を通り沖縄県沖縄島の那覇市に至る一般国道であると。で、複数のフェリーで結ばれていると。一応フェリーで結ばれているということですね。で、海上航路部分も国道扱いとなっているということです。まあ、ですから海上航路部分が国道となっている珍しい道路ということです。それでは次に Google マップを使って地図で沖縄本島の外観をちょっと見てみたいと思います。まあ、位置的には九州と台湾の真ん中あたりに位置するのが沖縄です。で、この中心にあるのが沖縄本島ということになります。さあ、こちらが沖縄本島で、ちょっと離島がありますね。これが慶良間諸島です。それではまず Google のルート検索を使って国道58号線の位置、これがどこになるのかというのを地図上で調べています。まず南の出発地を那覇空港に設定して、一番北の終点を辺戸岬に設定します。まあ、本当は辺戸岬が終点ではないようなんですが、まあ、大体ということでこんな感じです。で、検索をするとですね、高速道路の方が早いので高速道路の方を指してしまいますが、今ちょっと修正したんですが、これが大体の国道58号の位置ということになります。大体那覇空港から一番北側の辺戸岬まで2時間29分で行けるぐらいの広さだということがわかりますね。さあ、それでは次は終点を辺戸岬から今回の目的地である瀬底島の瀬底ビーチに移します。そうするとルートがまずこんな風形で高速道路で案内されるんですが、これをちょっと北側の方に戻しましてルート58のルートに修正します。だいたいかかる時間がですね、高速で行くと1時間33分、それからルート58号で行くとだいたい1時間56分ということで約23分の差ということになります。さあ、ざくっと那覇空港から見ていくと、まず那覇の街中を抜けて北の方に向かいます。この空港のあるところが嘉手納基地のあたりです。で、さらに北に行くと海沿いの道を走りまして、この海沿いの道のあたりが高級リゾートがたくさんあるエリアになってます。で、さらに進むと、ここで突き当たりまして左に曲がります。名護市の市街地を抜けてまっすぐ進むと島があり、ここが瀬底島ということになります。それではまずレンタカー屋さんのある住宅地、住宅街ですね、ここを抜けて国道58号ルート58に行きたいと思います。まあ、この辺り那覇の空港に近い市街地なんですが、まあ、この辺りは本当に、まあ、名古屋にいても、まあ、東京にいてもあまり変わらないような住宅街の雰囲気があります。さあ、広い道路が見えてきました。交差点です。この交差点を右に曲がると国道58号線となります。さあ、それではここを右折して
沖縄のメインの道路である国道58号線ルート58、このドライブを楽しみたいと思います。まずこの辺りはまだ那覇空港の近くですので、まず那覇空港から那覇の中心市街地に向けて今からドライブしていきたいと思います。やはりパッと走ってみて、まあ、感じたところは、まず木が違いますよね。中央分離帯に立っている木が、まあ、いかにも南国といった形です。そして道は結構2車線、片側2車線ということで広い道ということで、これは私今名古屋に住んでいるんですが、名古屋の道と似て走りやすい道路だなという感じがします。さあ、走行走っているうちに、ちょっと遠いところになんかビルがたくさん、ビルの塊ですね、ビルの塊がたくさん見えてきました。あれが那覇の中心市街地、センタービジネスディストリクトということになります。さあ、那覇の中心街に向けて走っております。ここでジャンクションが登場します。これは高速道路ではなくって、那覇空港と那覇の中心市街地を結ぶ道路のようです。この辺りまで行きますと道幅がかなり広くなって、3車線4車線かな、かなり広い道の道路です。まあ、那覇の中心街とそれから空港を結ぶ道路ということで、車線も、たくさん取ってあって、広く取ってあって、それから高架橋で行く、道もあって、非常に交通の、まあ、要となる、道路だということがわかります。さあ、だんだんと大きなビル街、ビルの塊が目の前に現れてきました。そしてここで、大きな橋を渡ります。これ明治橋という橋になっています。この橋を渡ると那覇の中心市街地に入ります。はい、ここで空港から別の経路を通ってきたモノレールと合流します。この辺りにモノレールの駅があります。これは旭橋という駅です。さあ、皆さんどんな感想を持たれますか？私はですね、那覇というのは人口約30万人という話を聞いていたので、もっと小さな町かと思っていました。まあ、ところがこのように中心市街地まで来ていますと、もう本当に名古屋と名古屋の大都市圏ですとか、あとは東京都内と比べてもそんなに、まあ大差がないといった町並みになっています。ほとんどこれは大都市の景観です。で、実は、那覇に来る前に那覇市の人口は約30万人ぐらいだというのを見て知っていました。そうすると大体ですね、イメージとしては、名古屋の近くに例えば岐阜市という町があるんですが、ここの人口が約40万人です。そうすると、私は、那覇市っていうのは岐阜市よりもちょっと小さな町なんかなっていうふうに最初は思っていました。で、まあ、よくよく調べてみると実は那覇市は人口32万人弱ぐらいみたいなんですが、どうやら那覇の都市圏、これを全部合わせると人口87万人、まあ、約90万人ぐらいの都市圏であるということが分かりました。そしてさらに、沖縄の第二の都市沖縄市というのがあるんですが、
これが隣接してありまして、ここの人口を加えると約116万人です、ということで都市圏で、大体人口100万人を超えているということで、ほとんど政令指定都市と同じぐらいというふうに考えてもいいんではないかというふうに思います。しかもあと前回の、動画でもちょっと紹介したんですが、これが人口密度っていう点になると、沖縄っていうのは面積が狭いですから人口密度が非常に高いんですね。その人口密度っていうのが大体ですね、私の今住んでいる名古屋市と比べてもちょっと多いぐらいなんです。ただそれより上の、横浜市、首都圏ですよね、首都圏の住宅が中心にある、都市になるんですが、横浜市よりちょっと少ないぐらいということで、人口密度も非常に高い町ということがわかります。さあ、那覇の中心市街地を快適に進んでおります。まもなく左手にちょっと大きめのデザインの綺麗なビルが現れます。これが、アクアチッタ那覇といいましてホテルになっております。今回私が宿泊するホテルがこのホテルです、ね。それでここからずっと右手の方に行くと、国際通りとかがあるんですが、次にここに出てくる左手の大きなビル、これが、船乗り場トマリンですね、船のターミナルになっています。ここから、離島へ行く船が出発しているということです。本当にこの辺りが沖縄の中心街ということです。いや、本当にこの町の中心部まで非常に広い、ドライブをしやすい道が走っており、感じとしては、道路が中心に作られている町、名古屋とよく似ているなという感じがします。本当にこの辺なんか片側3車線とか先4車線ぐらいのところがあって、名古屋の伏見通りですありますよね、その辺りを走っているような雰囲気です。さあ、那覇の中心市街地を抜けて今陸橋の部分を走っているところです。でちょっとこの動画だと右手の方が見えないんですが、右手の方はですね、確か、小高い丘がありまして、丘というか山ですかね、ちょっと小高い山がありまして、この景色がすごいですよ。その山のてっぺんまでですね、マンションや住宅が、立ち並んでいるということで、非常に人口密度が高いっていうことが、ここからも分かります。ちょっと撮影ができなくて残念だったんですけど、で今回はですね、撮影機材なんですが DJI ポケット2という機種を使っておりまして、この自動車から撮影した動画っていうのはこの DJI ポケット2を専用の器具を使って吸盤でこのガラスに貼り付けて撮ってるんですね。ですので、ずっと同じ方向は撮影ができるんですが、例えばさっきみたいに、右手が見たいっていう時にこの右側に移動ができないということになっておりまして、その辺はご容赦いただきたいと思います。はい、車はかなり郊外の方に来ました。右手を見るとかなり、緑が生い茂っておりまして、かなり広大な敷地があるっていうことがわかると思います。で実はこの広大な敷地、これは何かっていうと米軍の基地になります。ここはですね、米軍の、普天間基地ではないかなというふうに思います。
まあちょっと土地に詳しくないので、沖縄に住まれている方や沖縄に詳しい方がいらっしゃったら、間違っていたらちょっと教えていただきたいんですが、おそらく普天間基地だと思います。さあしばらくは、かなり道幅の広い片側3車線の非常にドライブしやすい、まあ信号交差点もほとんどない道ということで、しばらくドライブを楽しみたいと思います。さあ、だいぶちょっと、飛ばしてきましたが、まあ途中ですね、まあ、沖縄の嘉手納基地の横を通ったり、あとは、まあ高級リゾートがたくさんある、辺りを通ったりしてきたんですが、まあちょっとですね、地図で見るとかなり海岸線沿いを通って綺麗な景色なんじゃないかなっていうふうに思っていたんですが、まあ実は海岸はそんなに見えなかったということで、まあここで58号線とはお別れいたします。さあ、ここからは国道449号です。まずはですね、街中市街地を抜けて、海岸沿いを通って瀬底島へ向かいます。
やはり国道58号を離れると、片側一車線の道となりますね。おお、ちょっと道の雰囲気が変わってきました。そして見えますね、海が見え始めました。いいですね、こんな道はね。
さあここでちょっと昼前だったんですけど、昼ご飯でも食べようかなと思って蕎麦屋さんがあったので、まあ名物の蕎麦でも食べようかなと、早期蕎麦っていうんですかね、持って、ここで泊まってみたんですが、どうやら休みでした、ね、休みだったのでちょっとこれ蕎麦を食べるのを諦めました。まもなく、この交差点を左に曲がると大きな橋が出てきます。でこの橋が、沖縄本島と、離島である瀬底島を結ぶ橋、瀬底大橋です。沖縄っていうのは、この沖縄本島の周りにすごく隣接したところに、たくさん島がありまして、それらの島々は、こういった風に橋で結ばれている島が結構あります。瀬底島もその一つです、ね。こんな感じで船に乗らなくても、車で島に行くことができます。見えてきましたね、瀬底島。はい、この辺りで橋を渡り切りまして、はい、瀬底島に上陸です。
はい、瀬底ビーチの案内矢印が出てきました。ここを右折してみましょう。はい、そろそろ目的地の瀬底ビーチが近いようです。まず駐車場を探したいと思います。ここに来る前に駐車場の情報についてウェブで、検索してみました。そうするとですね、駐車場一つあって、1時間までだと200円でまとめられますと。ただ1時間を超える分については駐車料金1000円取りますよというようなことが書いてありました。で、この駐車場かなと思ったんですが、どうやらその情報と違ってここは一律500円の駐車場と書いてありました。で、ちょっと違うかなという感じがしたので、もうちょっと進んで探してみようと思います。まあ、ところがですね、こうずっと進んでいくと、まあ、ここで工事中で行き止まりになっていました。まあ、ということで、走ってみたんですが、先ほどの駐車場が1個あっただけでしたので、先ほどの駐車場に停めて海岸まで歩いていきたいと思います。さあ、ここで大きな建物が見えますが、これがホテルヒルトンですね。この、まあ、ヒルトンのホテルなんですが、ヒルトンで日本初のビーチリゾートホテルとして建てられたホテルだそうです。はい、それでは駐車場まで戻ってきましたので、駐車場に車を止めたいと思います。この駐車場は無人の駐車場で、まあ、ゲートも無人化されており近代的な駐車場となっております。本日は3月19日ですので、まだですね、海開きがされておりません。4月1日が、沖縄の一般的な海の海開きとなります。ですので駐車場もガラガラという形です。おそらくですね、4月に海開きが始まった後っていうのは、車でいっぱいになるんだと思われます。まあ、何にしろ那覇空港を出て約2時間ぐらいのドライブでしたが、無事瀬底ビーチに、到着することができました。
さあ、それではビーチまで歩いていきます。しばらくビーチの様子をお楽しみください。いやービーチが見えてきました。ほんと綺麗ですね。ほんとに海の色がエメラルドグリーン。いやー沖縄海ビーチ来てよかったな。それでは、しばらく、まあ、駐車場も時間制限ないようなんで、しばらくこのビーチでのんびりしたいと思います。いや、それでちょっとウェブで調べてみたんですが、すぐ隣にある、ヒルトンですね。名前がヒルトン沖縄瀬底リゾートというらしいです。いいですね。ここ、機会があったらまた宿泊してみたいなと思います。どうやらですね、那覇空港からここまでかなり距離がありますので、シャトルバスが出ているようです。で、宿泊費にそのシャトルバスの料金が含まれておりますので、意外と気軽にここまで来れるんじゃないかなと思います。まあ時間があって沖縄に来るときは、一度ここに泊まってもう一度瀬底ビーチでゆっくりしてみたいなというふうに思ってます。このエメラルドグリーンの海の遥か彼方に山が見えますが、あれは沖縄の離島の伊江島っていうところになるんですかね。伊江島にある山が見えるようです。
さあそれでは、名残も惜しいんですが、今回の旅は車で沖縄本島を一周して巡りたいということなので、この辺りで瀬底ビーチを離れたいと思います。いや本当に綺麗だったね。またの機会があれば本当にヒルトンに泊まってゆっくり瀬底ビーチで過ごしたいなというふうに思います。それではグッバイ瀬底ビーチ、またその日まで。Thank you for watching the Vega Traveler channel. Could you enjoy the video enough? See you soon. Thank you.